そう、まだご飯をマジでまともに食べてなくて、今日トゥデイ水も買わないとないんだけど、そうで、今日はその舞台を見に行ったんですね。ミュウの前の共演者の方、そう、リーちゃんさすがに食べれなくてちょっと道を変えるんだ。そうで、飲めなくてじゃなくて、そう、ご飯食べれなくて、食べてなくて、何作ろうと思って、今そうちょうどだし料理配信しよっかなと思って今来ました、キッチンに。なんか自分だったらすごい選ばないジャンルの舞台で、なんかすごい話は難しかったけど、面白かった。何作ったらいいと思う？お肉は冷凍がある、豚牛が冷凍、ウインナー、めっちゃピーマンとかナスとかもあるんだよね。どうしようかって感じ。ちょっと待って、ちょっと待って、この野菜がやばい気がする。待って、ナスがやばい。ナスって冷蔵庫にしまうものだった。どうしよう。傷んじゃってる。待って。やばい、落とせない。傷んじゃった。いや、まあでもこれはショールームでやることじゃないから後でやる。どうしよう、何食べよう。オムライスにピーマン入れるのありですか？ピーマンみじん切りにして入れるのあり？ほほほん、ピーマンがびっくりするほどあるんだよね。あり？嘘、ゲリラ豪雨来る、そりゃ困った。冷やご飯、いや、オムライスにする。オムライス、バターがない。バターないよ。こっちか。ウインナーどこ行った？ウインナー、ピーマン、玉ねぎ、オムライスにします。ウインナー使う。大きいウインナーがあるのでオムライス作ります。今日はバターないけどいいよね。ちゃんと野菜は冷蔵庫にしまわないといけないね。ピーマンはちょっとちっちゃいの
とか大きいの結構まばらにあるので3つくらいもう入れちゃいます。では今日はナスね、どうしよう、ナスどうしよう、ピーマン、ウインナー、玉ねぎ、ご飯でオムライスを作ります。まずは切っていきます。いや、洗濯回してる、ちゃんと早起きして回すべきだったんだよな今日。ピーマンもちょっとね、炒め始めてる。ちょっとピーマンから切るべきじゃなかったね。割とオムライスも得意料理に入る。元映んないけど許して。ちなみに昨日ご飯を炊いてご飯誰も食べなくて、知ってる方もいると思うんですけど、昨日はミュとヒラとお泊まりしてしたんですね。そうしたんですけど誰もご飯食べなくて、いや今は別に、ね、自分のために作ってる。今はピーマンの種の綺麗な取り方教えてください。誰かピーマンの種って体に悪いのかな、あんまり聞いたことない。ピーマンの種ってそもそも食べれるの。でも桃鉄楽しかった、洗濯も押さなきゃいけない。ちょっと忙しくなっちゃったな今。やんなきゃよかった。やばいやばい、種全然取れてないし。いやでも私昔チャーハンにもピーマン入れてた気がする。初めてお母さんとか家族になんかご飯を作る時があって、チャーハン作ったんだけど、なんでか知らんけどピーマン入れてたわ。なんでかな、まあ、でも久しぶりにピーマンを取り扱ってる。今なんで男の子ってピーマン嫌いな子多いんだろう。昔の話になるけどね、雨降ってる。嘘、雨降る。天気予報見たはずだけどな。ね、生活感すごくて申し訳ない。
雑だ。まあ、食べれればいいっていう感覚だから。ダメかな、持てないかな。よし。バターもないから油でやるぞ。テロップ入れよう。オムライス。オムライスの絵文字ってないの？お腹すいた。ないわ。ねえ、バグった。バグった。まあいいや。洗濯終わった。では手元見せる。可愛くないこのフライパン。ごめんね、ここはお菓子とカップ麺がいっぱいある。本当にマジでびっくりするわ。顔見えないけどいいの。換気扇つけます。そして火をつけました。そしたら油、広いよお前より。これは味噌汁昨日作ったのでちょっとしまいます。めちゃくちゃ広いよ。これはシャキフレークマジでなんかごめんね。ちょっと待って、一回切る。ミートウィンナーを炒めます。いきます。まだ早かったみたい。あ、そうか。大丈夫かな。キメラで失礼します。1人前だよ。多いかな。こんな感じ。うん、袋もないけどピンクだからすごい緑が入りますね。まあでも今日1食目だから。これそう1食目だよ。ちょっとあとね、あとでスクショします。スクショします。でこれをやっている間に卵を1個私の家はマヨネーズがないので、マヨネーズ好きな人はね申し訳ないけど怒られます。卵もあります。
火が通ってきたので、なんかこの宮ご飯大丈夫かな、食べるしよね、パサパサな気もするけど、え、なんかパサパサな、パリッパサとなるんだけど大丈夫かな、でもケチャップ入れるからね、なんかパサパサよ、そんな失敗そうだよ、うん、いっぱい飛んだよ。ただ、キャップ。なんでこんなご飯パサパサなんだろう、こういうもの、入れたらしんなりした、もうでもだいたいこのくらいで美味しいかな、ケチャップライス完成、しわもうちょっとだけ塩コショウをします、しょっぱいの大好きなんで、そしたら一回切って、最近ファンの方からちょうどオムライス専用の皿をもらったので、それに入れます、結構量あるな、すみません。私は乗せます。よし。ちゃんとこれの。そしたらキッチンペーパーで、お菓子めちゃある、じゃあ拭いてします、
いっぱい。え、待って。やばい、やばい、なんか音聞こえると思ったらさ、雷が鳴ってるんだけど、洗濯物回しちゃったよ。歯ブラシきます。え、マジでオムライスの卵は本当に私下手くそなので、なんかマジで偽物じゃないんだけど、部屋干しだねこれは。びっくりした、結構大きい雷。ちょっと気になります。もう一回大丈夫ってこと。では苦手だけど作っていきます。マジ苦手なんだよね、オムライスの卵だけ唯一できない。あ、ちょっとちょっと変に空洞できてるやん、見てなんでよ、下手くそなの。もう本当にこうなっちゃう、頑張れなかった。でもこんくらい半熟が好きなので切って。ねえ、やっぱ卵1個が良くないかな。こういうとこ変に節約しちゃうの私。卵1個でいいでしょって。でも美味しそうだよ、美味しそうだよ。ハートでも書いとこう。なかった。よし。オムライスを食べたら急いで洗濯をそう。移動するよ。美味しいかな。風がめちゃ強いね。じゃじゃじゃん。じゃん、オムライス。窓開けてる、閉めないと。窓閉めるね。よいしょ、メールの写真撮ったか。雨降ってきた、ちょうど。
降ってきた。ではすごい今ちょうど降ってきた。せーの、いただきます。どういたしまして。間違えた。初ご飯美味しいかな。あん、うんうん、ピーマンいい、ピーマンいい、うん、おいしい、うん、普通に美味しい。でもウインナーはねシャウエッセンじゃないからちょっと微妙。あ、仕事しないと。うん、ご飯もね、うん、なんとか800。うん、母さんも薄焼き派かも。70。1。取りました。すごい、ちょうどタイミングよく雨降ってきたんだね今。うん、そう、ピアスつけてるって思うやん。開けちゃった開けちゃった。ここなんかね、もともと開いてたんだけど去年また閉じちゃって昨日開けちゃった開けちゃったの。もともと開いてたから、そう、うん、開け直したって言ったらいいのかな。開けちゃった。久しぶりに開けました。なんかね、もともと私、ピアスの話すると、ここに開いてたのね。1、2、3、4、5個開いてたの。5個。でも5個開いてて、こことここに2個目開けようと思ってたんだけど、5個の方がバランスいいって言われたから開けなかったんだけど、そしたらこっち閉じちゃったから4つになっちゃって今。で私また骨の部分がもう開けられないから、開ける勇気がなくて、から、ここに2個目開けてここにするかなっていう感じです。
右3つ空いてた、もともと。うん、なんかね、シンメじゃない方がおしゃれに感じる。あんなもん、好きなの。耳だけ。この、軟骨とかは若かったから、なんか、勢いに開けたけど、もう今は無理だと思って。舌とかも興味ない。耳だから開けてるって感じ。なんかもう時代じゃないくない？下唇とかも分かんないけど、お肌綺麗。嘘、これ多分あの加工してるから違うよね。受け直し痛くなかったけど、金属アレルギーだから気をつけないとと思って。そう、買ってきた消毒。あー、ウインナーはやっぱ美味しいやつじゃないとな、ダメだ。ほら美味しいんだけど、チャウエッセンじゃないとね、ダメだダメだ。ダメだ。これはこのウインナーはバーベキューだったら美味しいなって感じる。シャーベッセンじゃないとね。シャーベッセンあるんですよ、本当に。てか昨日までさ人がいたから、今日までか、一人になるとやっぱ寂しくなるね。あと明日19時くらいからショールームするんですけど、こっちのカラオケじゃなくてちゃんと事務所でできるカラオケを撮ったので、みんなそっちの方が好きかなと思ったので、ショールームイベントお礼配信しようかなって思ってます。ちゃんと予約しましたので、オレタワー読んじゃおうかなと思います。後継ランキングってどこにある？もう消えちゃった。誰か持ってる人いますか？見てたら送ってほしい。分かんない、レッスン着系で行った方がいいか、おしゃれな服で行った方がいいか、どっちがいいんですかね。どっちがいいですか？どっちや。
うん、どうやって見るんだ。どうやってやる。やばい、雨やばい、雨やばい。普通レッスン戻るかな。ここまで来た。うん、これをどうしたらいいんだろう。ちょっと光ってる。あなたのとこの星マーク、あー理解、 OK、 失礼します。明日、明日読みますね。ゆっくりまで読むさ。でも2時間半くらいやりたいかなと思ってるから、7時から8、9、10、9時半まで、ん？うん、9時半までやろうかなと思ってます。うん、歌ったり休憩したり歌ったり話したりみたいな感じでもいいですか。うん、年齢曲とか決めてないけどいいのかな。決めといた方がいい。明日9時までお仕事。うそん、マジか。なんかさ、めっちゃ風の音聞こえる。ちゃんと閉まってなかった。なんか日曜日だからちょっと本当は6時くらいにしようと思ったんだけど、ごめんね。うん、結構雨降ってた。今日暑かったからさ、でもこれ私めっちゃ昔からこのワンピース着てない？高2？高2くらいから着てるこのワンピースもらった。洗濯物もさないと。ね、どうしよう。そう、明日ティフもあるんだよね。懐かしいよね、今日。
うん、テレビにいっぱい猫ちゃんが映ってる。かわいい。うん、だからさ、うん、みんなにはどうでもいいかな。もうちょっとしたらお財布を変えようと思って、うん、いいやつ買いたいなって思ってるけど、どれにしようと思ってる。うん、そうなんだ。定期的に変えた方がいい。定期的ってどんくらい？1年に1回とか。ケイトスペード今使ってるけど、ケイトスペードより高いのにしたい。お目当てある。お目当てある。うーん、ここにしよっかなって思ってるのもあるよ。少し前にディオールの財布プレゼントした。いいな、いいな。うん、そろそろ財布買いたいなって。私が、いや私は絶対長財布使わないんですけど、クロエってとこの財布にしようかなって思ってる。クロエか、ずっとミュウミュウで迷ってたんだけど、やっぱクロエにしようかなと思って。多分黒いにします。うんうん、うん、かわいいもん、すごい。うん、カバンもかわいいしね。ねえ、色がピンクの嬉しいけど、あんまピンクっぽいのなくて、調べた感じ。ベージュか水色っぽいのにしようかなと思って。ピンクが嬉しい。あ、こんくらいのピンクがなんか嬉しい。いっぱい。ね、黒の、黒も売ってたけど、そう、水色も売ってた。間違えてました。水色とかベージュとかがなんか多かったかな、通販見てる感じだった。黄色か、うん、風水的に
んまり風水考えたことないな。二つ折りは、あんまりそこ気にしてないかも。今二つ折りだけど、まあ、二つ折りの方が楽なのかな。アイドルのオーディションの歌唱審査でうっせぇわ歌うのやばいですか。うっせぇわって結構声量ちゃんとしないといけない曲だから、声量に自信あるんだったらいいと思うけど、いいと思う。得意曲だったら全然いいと思う。なんか20歳になったからいい財布使いたいなって思うようになってきちゃった。長財布、女の子ってさ基本カバンちっちゃいから長財布入れたらもうね、カバンが持てなくなるんだよね。なんかグッチも欲しいって思ったんだけど、なんか私はすごい清楚な女の子になりたいから、グッチってもうちょっとなんか美人女性みたいなイメージがあって、美人っていうの、なんかちょっと変な言い方っていうか、私の重みだと気強い女性がグッチとか持ってるイメージだから、コーチね、コーチはなんか高校生の私でも変えちゃったから、ちょっとそれを、スマホケースも欲しいし、黒いわって、そうだから黒いにしようかなって思ってる。ディオールも可愛いよね。でも私柄物あんま好きじゃないかな、基本無地がいい。高校の時はコーチの財布持ってた、コーチのカバンも持ってたけど、ねえスマホケース何がいいんだろうな、ちょっとただ食べてみてね。早速見つけちゃったなと思ったら完売してた。お店には売ってんのかな。かわいいって思ったのもいけてた。黒とかでも、もう一回も来週だね。早い、びっくりしちゃった。もう来週って思って、スマホケースさ今見ててさ、見てほしい。メゾンドフルールのこれ可愛いと思ったら売り切れた。
サイズにもよるかな。12だこれ。あ、そうか、抽選外れた？てかさ、誰かさ、コメントしてくれた？なんか完売した日があったね、みたいな。気のせい。13ね、いいな、私も13欲しい。うんの、ごちそうさまでした。うん、おしまし使えないんだ。ありがたいな。なんでデザートはペースが早いの？なんで洗濯押さないとどうしようかな。でもまだりーちゃん何色にしたの？それすら知らないんだけど。どうしよう、まだ終わりたくないな、ショールーム。11月以降の話し会申し込み始めて、嘘、そうなんだ。待って待って、違うだよね、洗濯干したいの。そう、でもどうしようと思って、フリーズするか一回切るか。シワになる、そう、シワになっちゃうんだよね。じゃあ一回ランキング読むね、またすぐやる、洗濯干したら OK？秒で干してくる。13位、名前がない、ありがとうございます。12位、香港のケーキアットマーク、7レンジアットマーク、ナタリドンさん。11位、中心アットマーク、マカロンを食べて幸せリカーさん。10位、ベロベロチーノさん。9位、幻さん。8位、中心アットマーク、超大盛りナタリドンさん。7位、ユキタアットマーク、ナタン大好きナトリドンさん。6位、ボンドアットマーク、ナトリドン、ユーナのお顔大好きさん。5位、新血アットマーク、うなとり丼さん。4位、ワイキアットマーク、ピアスお洋服かわいい、オムライスもおいしそうさん。3位、茨城の大マットマーク、うなとり丼さん。2位、TK トンカットマークタイのうなとり丼さん。そして1位が、イナジアットマーク、ユナの活躍を応援しますさんです。ありがとうございました。どうしよう、とりあえずさ、あの洗濯機の近くに持ってってさ、 iPad を話しながらちょっとやるわ、ごめん。ランキング読んだりなんだけど、ごめん、ちょっとつけとく、寂しいから。かわいいやつじゃなーって言ってくださいな。冷蔵庫にひっつくかな、ひっついた。ゆうなちゃんの生活感まで見えるの。じゃあゆうなちゃんはこの横で洗濯を干すからね。バスタオルとか見せれるじゃん。バスタオル。でもいっぱいまだあるんだよね、本当は。本当はあるの。もう一回回さないといけない。もうさ、お友達が泊まりに来るとね、その分洗濯物増えちゃうし。大丈夫だよ。ごめん、またランキング読むから。普通にお外に干したかったんだけどな。でもさ、浴室乾燥をさ、干すのはいいけどさ、これまたさ、お風呂に入るじゃん。それをさ、取り出すのがさ、一番面倒くさいよね。
友達ね。ハンガー足りないかもしれない。T シャツ。ほぼ独り言だけど。ゴミも捨てないといけないし。え、やばい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 。電源つけちゃった。タオル、すごい。でも雨の音すごい聞こえるね。よかった、雨びしょ濡れになる前に帰ってくれた。まとめて洗う。でもお母さんはまとめて洗うなって言われた。どっちがいいんだろう。どっちがいいと思うんですか。わかんない。教えて誰か。まとめて洗うべきなのか、もう基本毎日洗うべきなのか。やばい、回しすぎたなこれ。入れすぎたかも。なんかいっぱい来るかな、コメントでしょ。何事？まとめてから。もういるものね。いや、そう、まとめるとやっぱね、サボっちゃうのよ。今日はいいや、今日はいいやって言ってずっとこう溜まってくる。一応ね、リラちゃんの服もあるんですよ。すごいリラちゃんなんですよ。雨やむ？雨やむなら、うん、ハンガー足りないぜ。4つでも足りない。あとね、もうクローゼット整頓しなさいってりーちゃんに言われた。なんで、何がこんなに整頓したの。ママみたいな、一回これお風呂にしてきます。よいしょ、重い、映んないの。
そのさ、めっちゃ斜めってる。浴室乾燥がさ、いや、掃除は私、整頓？整頓が苦手なんです、私。浴室乾燥がめっちゃ広い。なんかさ、かけるところが2箇所、ん？ 2 個ある、棒が。コインランドリーはちょっと歩いたらあったけど、やっぱね、雨に濡れる。めっちゃあるんだけど、なにこれ、なんでこんなにあんの、なんでこんなにあったの。コインランドリーってちょっと怖いよね。あんまりいいニュース最近聞かないよ。いや、これをさ、干すのはいいんだけどさ、畳むのが嫌なの、私。かわいいお洋服。ちょっとボタン開いてるけど。え？何があるの？何でも、細かいのばっかり。コインランドリーね、私も使ったことない。ホテルのくらい。ホテル生活はコインランドリーだったかな。なんか悩んでくれないかしら。マジで畳むの言ってほしい。いや、ハンガーにかけるままがいいんだけどさ、それだとね、ハンガーが足りないっていうのが思う。ハンガーラックが足りなくて、これもあったのね。かけるとこもパンパンなの。服がそもそも多いんだろうね。なんでそんなにあるんだろうってくらい。私ランキング読んだだけ意味わかんない時間だったね。そう、本当にでも断捨離しようと思って、もう本当に強くも、そう、でも実家に送るのでまた送って、また送り返すのもあるから、絶対断捨離した方がいいと思う。着ない服絶対あるよねって姉ちゃんに言われた。絶対ゆうちゃん着ない服あるよ。ちょっと、
ハンガー持ってきます。そうで、これでさ、洗い物もしなきゃいけないって言ってもうやだもうやだ。ハンガー追加だよ。もうちょっと、本当にもうちょっと、本当にもうちょっと頑張れ自分。頑張れ自分。あとちょっと、あと靴下1個。ごめんね、みんなも。本当にもう大変だよ。大変だよ、もう。終わった。あとはこれが晴れたら干すだけやな。何個あんねんって感じ。びっくりするくらいあるよ。ちょっと洗濯機が汚れてるので、このよし。使ったんだろう。朝は起きれなかったんだよね。そう、出かけたから、出かける前にやりたかったんだけど起きれなくて。今やっちゃいました。頑張った。うん、あとは洗い物できれば。これが奥に行かないんだよね。久しぶりに開けた。あと近いうちに李ちゃんとお疲れ様会といったところでしょうか。もうしようと思ってるのでぜひ見てください。
火曜日の夜とかかな、公演終わりにしようかなって思ってる今のところね。桃鉄はゆうなちゃんのだよ。ゆうなちゃんのだよ。カップル YouTube しないよ。今日さ、そういえばまあお外に出てさ、多分お店もさいっぱいやってて、すごい飲食店のいい匂いがしました。飲食店のいっぱいいい匂いがしました。オムレツの名前は私が決めました。入らなかった。あ、一人で歩いてた時にって感じ。すごいね、りーちゃんのさショールームの画面はゲームされても、ゲームの画面映してもバンされないから、やっぱゲームの画面見れるとね面白いよね。みんな見てました？昨日のりーちゃんの配信見てました？見れてません。見ました。結構見てる人いたんだね私絶対負けると思ったんだけど、なんと勝っちゃった。レミちゃんに、レミちゃんの誕生日をすっかり遅れてなくて今投稿しました。キングボンビになってない、赤ちゃん貧乏神になってたよ。なんでやねんって感じだったけど、かわいいレミちゃん、キュルしてる。お目目がてか夢見るの YouTube を私見たんですけど面白かった、微笑ましかった。ぶっ飛びカード言ったのは名護です。名護パイナップルパークの名護。まだ雨降ってるわ。
いいね、月一で桃鉄配信いいね私たちの画面は映せないけど、もうそろそろ美容室に行くんですけど、どうしようと思う。だいぶ多分ブリーチしてるから明るくなってきたんですけど、どうしよう、暗くしようかなって思ったり。暗い方がいいってりーちゃんには言われたんだけど、どっちがいいんだろう。あ、動画になっちゃった。写真撮ってたら動画になっちゃった。明るいとなんかね、悪いのどうなんだろう、似合ってたのかな。あんまりなんか自分で確かどっちがいいんだろうと思って、でももう夏終わってきたから、いやなんか明るくするのはいいんだけど、私こういう金髪したくなくて、そうなんか金髪にはしたくないんだよね。こんな似合ってたのかどうかがあんまり分かんなくて、着る服によってはこういうのとかもこのくらいの金髪とか似合ってるのかなって、もう今もそこまでじゃないけど迷う。でもすぐ色落ちしちゃうから、ピンクとか困っちゃう。やっぱ最初に染めた色はめちゃくちゃ良かったけど秒で落ちちゃうから、ね、でもすごい姉ちゃんと並ぶと、姉ちゃんはなんかすごい金髪が似合う顔してるけど、私そうでもないなと思ったの。なんか暗い方がしっくりくるかなって思ったりしたけど、真っ暗ではないけど、まあでも色落ちでこんくらい明るくなるんだったら暗くしてもいいかなって思った。もうでも感覚がね麻痺しちゃってる。これでもそんな明るいって思ってなかった自分でね。花火鳴ってた？なんで？本当だ、長良川花火だって。でも結構人いる。何花火だろう、いいな。
階か。綺麗。やっぱ私ね、岐阜中長良川の花火大会の感じがすごい好きなんだよね。東京のお祭りとか行ったことないからわかんないけど、なかなか最近浴衣着てね、お祭りとかも行けないし、もはやないし。眠くなってきた。来年はね、あるといいんだけどね。屋台に行きたい。屋台、どっちかといえば、まあ、花火も大事なんだけど屋台がいいよね。あ、ね、生写真もさ、これ昨日から発売してる？今日からか、今日の10時からか。生写真、ハロウィンかな、発売してるので、しないとね。チョコバナナか、買ったことあんまないな。私は焼きそばが好き。すごい、ウインクの生写真使われてる。私あんま生写真でウインクしないから超レアじゃん、レアじゃんとか言って、レアだよこれ。私首長いってよく言われるんだけど、キリンだね。みんな可愛い。これは、でもパステル系着てみたかったなってのもあるけど、キリンも可愛いよね。選んでないですよ。だいたい衣装は、まあ、サイズとか、が多いですね。生写真でもだいたいサイズで、このキリンはユキリンさんが着てたやつだから、ユキリンさんも生写真これ着てるはずなんですよ。え、朝2時半か、2時間半くらいショールームしても大丈夫ですか？パーティーしよう、パーティー。まあ事務所になるから、なんかそんな賑やかなことできないけど。本当？大丈夫？今日何か見ようかな。
テルマエロマエやるじゃん、大好き。うん、19時くらいからやると思います。19時から、そうだよ。私が多分物心ついてよ、友達と見に行って初めての映画がテルマエロマエ。ドラえもんとかでもなくテルマエロマエ。昨日ねみんなで溺れるナイフも見たんだよね。あとライアーライアーも見たわ。そう、借りてライアーライアーもライアーライアーも3人で見たんですけど、よかった。イカゲーム見た。ストーリー良かった。ちょっと暴力してから。そうなんだ。でもちょっとねなんかそういう感じって聞いたか。コンテージョン、何それコンテージョンって。有名？何それ、コンテージョン。恐怖はウイルスより早く感染する。あーなるほど、今の感じのやつか。ねえ、私こういうの一人で見れないんだよね。二つは、あ、字幕版とね。そうなんだ、リーちゃん今日これ見るんだ。リーちゃんって映画の音出しててもバンされないの？でもなんか思ったのは、映画とかも、映画舞台もそうなんだけど、映画とかも結構演技の勉強になるなって、そう最近感じる。だから今日も舞台見たけど、最近目線が変わってくる映画を見ると。私さ本当にさ、話変えるね。本当にずーっとちっちゃい時から毎日土曜日志村動物園見てて、もうこうお仕事入っちゃったから、そうなかなか土曜日見れる早くなっちゃって、今久しぶりに見る。いやなんかでも溺れるナイフを昨日ちょっと見たんだけど、途中までね3回目くらいかな見たの。やっぱね儚い、溺れるナイフ。また戻すんだけど、ごめんごめんね。いやなんかストーリー的にはすごい、あんまりなんか誠実な映画じゃないんだけど、見たことありますか？なんかエモいだよね。見てほしいっていうか、まあ、うん、若者向け
にはなっちゃうかもしれないんだけど、なんかすごいね、エモい、エモいし儚い映画です。なかなか、何見よう、何か見たいな。パラビにするか、それともスイッチで何かやるか。溺れるナイフはね、泣けると思う。でもパラビはね、見たいドラマがいっぱいあるの。でもドラマってさ、時間がかかるからさ、なかなか見ようっていうスタートにならないんだよね。映画だったら2時間で終わるじゃん。そうかといって舞台のもやんなきゃいけないし、そろそろ。麻雀やってるの。9時までに終わらなきゃ。あ、大丈夫だった。9時半からだったわ。まだええね。9時半までやろうかな。何時からやってるっけ。今で1時間半。まだ見てたい。止まっちゃった。じゃあ9時半くらいまでやろうかな。まったりで良いかしら。なんか喉乾いた。すごい大騒ぎ天国の振り付けみたい。アンコールの衣装もね、変わってるし。かわいい振り付け。TikTok 見てた。体も委ねて踊ろう。
さ、あやちゃんの AKB、 私とあやちゃん TikTok 載ってるじゃないですか、 AKB の公式コメント欄見たらさ、この子たち新宿のゴジラの近くでスーツケースゴロゴロしてたよって書いてあるんだけど言ってないんだからなんだろう、なんだろう誰、すごい TikTok でさ最近小室圭さんがいっぱい出てくるですいっぱい出てくる、確かに TikTok、 まあ今ってねきっと TikTok の時代なんだろうなって感じます、私も感じました。洗い物していいですか、やだよねやだよね、なんでもないなんでもない、髪染めてないよ。いいですか本当に、じゃあ洗い物しようかな、Let's go! Oh yes, so yes. 君じゃなんか歌ってほしい。またアカペラで歌いますよ。It it be。やばいやばい。そんなこと言った。あ、どうしよう。なんかすごい照明がエッチだね。エッチな照明になっちゃったけど、そうやさそうやさ、弱い目を入ってるスプラ人間です。蛍光灯って買った、ずっずっずっ今の二人は成功とおてて、なんだっけ、典型、あ、愛しい、今の二人は成功とおて、愛しい君を思うその度、青空を見上げてしまうんだ、シベリアからの寒気団とか冷たい風が吹き抜け、日本海側に大雪警報、ちゃんとちゃんとちゃんとしたキーで 歌えてない。そんなに大場な喧嘩したわけじゃない、いつもの言い合いみたいなものだけど、それでもあっちとこっち
ちの天気はいつもとこんな違うものなのか、いつもいつもそう毎年同じこと繰り返し、今の二人は成功を通って典型的な冬の出来事を、こんなにも冬を好きでいるのに、季節が過ぎて夏になったら君の機嫌も変わるかな。こんな晴れてても心は動いてるです。ちょっと高い音がなかなか出ないので、ちょっと低く歌いますから。すごい、なんかすごい光ってる。私、あ、CD 音源は、すみたいな。いつもいつも、そう毎年、歌ってる。同じことは歌ってない。ここだけ。いつもいつも、そう毎年。2番はどこだったかな。2番はね、2番の歌詞なんだっけ、忘れちゃったよ。とりあえずお皿とかまな板は洗い終わりました。そう、 CD 音源はいつもいつも歌ってる。でもわかんない、結構私の声聞こえるって言われたけどね。誰か2番の歌詞送って。2番の歌詞送ったら多分ここってわかるかも。歌詞がもうわかんない。そうだよね、歌詞入ってないよね。今フライパンを洗ってます。スポンジ買わないとボロボロになってきちゃった。このピンクのねフライパンはもう一目惚れでした。一目惚れでした。もう目に入った瞬間に絶対これ買おうって決めて。コンロ周りをもう拭きます。そして排水口も掃除しちゃいます。コンロ周りはすぐに掃除しなさいと。危ない危ない。母に言われました。母の教えです。
シンクも洗っちゃうね。そう、毎日ねシンクは掃除してないから困った時にやってる。とりあえずもあっちとこっちの天気は1番だよね。違う、イベントの時と CD の歌割り違う。なんかさ、排水口からめっちゃ風来るんだよね。なんで？めっちゃ風来るんだけど。排水口にねアルミホイルを入れるとねぬめりが取れるのって。めっちゃ今さおかしい、やばい、めっちゃ風来る。どうしたらいいんだろう。なんかね、閉じてれば大丈夫なんだけどさ、閉じたら風が来る。なんだろう、お母さんに聞いてみようかな。いや、なんかね、この排水口のさ、こういうやつあるじゃん。こういうやつを入れたら風来ないけど、それ取ったら風が来る。こちらの味噌汁をかけて、ポッて排水口の中に入れるといいんですって。これは違う。うん。こちらですね。水切り。こうしてキッチンハイターをシュッて、したら終わり。洗面所で手を洗ってきます。なんかね、あれの時はすごい風が来る。なんで？
多分やんだかな、もう終わった。ちょっと飲み物持ってくるね。ジンジャーエール持ってきた。はあ、炭酸強い。ジンジャーエール。ちょっと待ってね。ごめんね、排水口のさ、これこいつをさ上げると風が来る。これを掃除したんだけど、今これをやったら風が来る。え、そういうものなのかな、わかんない。ジンジャーエール飲める。はぁ、ぽはぁ。でもさ、こうやって見たらさ、お酒に見えないかお茶に見える。お酒に見えなくもない。あーって言ったらなんかお酒って感じ。そう、ビール飲めないんだ。あ、入った。いかつい。ちょっとみんなのさ好きなお酒なんですか。逆にさ、ここよ、うわ厳しいか、怖いな。3つまでが精一杯かな。日本酒、ビール。日本酒ってなんだろう。ブランデーって何。すごいなんか大人だな。サングリアってなんかフルーツのやつ。
地元の日本酒。排水溝の風は本当はくねくねする部分に水が溜まるけど、何らかの理由で水が溜まってない可能性がある。なんか言った方がいいってことかな。ワイン、なになに、イギリスのウイスキー、ウイスキー、ワインに果物と書いてるやつだ、ね、この前お母さんと、お母さんがこっち来てた時にそのノンアルのお酒が提供してて、そのノンアルのワインをお母さんが飲んでて一口もらったけど、すごい渋かった。やっぱ赤ワインだったんだけど渋って思っちゃったけどね。やっぱ多分ジュース感覚で飲める方のが好きなんだと思う。お酒って感じない。排水溝の時に、あ、お椀ついてなかった。でも実家帰った時の父さんとご飯食べた時にシャンパンかな、ミーティング？ミーティングまだだよね、時間。9時半だったから、まだ大丈夫なはず。カルーアミルク。カルーアミルクってコーヒー牛乳みたいなやつ？飲んだことあると思う。この家だったら100本飲まないと言えない。嘘、すごい。だから私はなんか強いんだろうけど、あんまりお酒感のは好きじゃない。ピアス開いたの嬉しいんだけど私こっち4つにしてこっちだけ1個にしようかな。いや、いかついかな。2個3個のがいいかな。今度の公演はピアスいっぱいつけて出てみようかな。9時20分くらいに終わろうかな。管理会社に言いました。嘘、G とかも来ちゃう。早めの方がいいんだね。いや、金属、いや、お酒じゃないんだよ。本当にジンジャーエールなんだよね。ちゃんとペットボトル持ってきた方がいいかなお酒の話してるとね、飲んでないですよ。ジンジャーエール飲みたくなって買っただけ。まあでも一人で飲めなくはない、一人で飲めなくはない、
違うな、一人で飲めなくはないっておかしいな、飲めない年齢ではないので、かといって飲んでる飲んでるっていうのもね違うだろうから。飲み会か、まあ今はあんまりね、うん、お家でお泊まりとかするときは一緒に飲んだりとかはあるけど、ちゃんとね成人メンバーだけね。でもまあなんだろう、一人暮らしとか上京してくる子が多いから結構お泊まりとかちょいちょいしてちょいちょいして、酒飲んだりとかはしましたね。本当に忙しくない時で、本当に暇な時、リームルームとも、お家で飲んだりしたし、うちも今一人暮らしになったからメンバー呼べるしっていう感じかな。エイト以外のメンバーはないかな。もちろん二十歳になってからですよ。そう、舞台とか横浜とかもろもろ終わって落ち着いたなっていう感じの時にみんな整いとかしてって感じですね。5日の公演岐阜から参戦します。お、嬉しい、ありがとうございます。大学の友達はお泊まりした時に飲んだかな、この前お家で。でもやっぱ今日とかもお店いたけどお酒飲んでる方いっぱいいて、でもなんか楽しそうで、ちょっと今コロナ前の日常って感じで、ちょっと私はほっとしましたけどね、見れて。増えないとね、いいんだけど。レミちゃん、クリーム舐めていいですかの件についてはスルーだね気持ち悪かったかな。アンコールの衣装変わったね。そういえばこの話さっきも言ったように、さらっと公演の楽しみー。でもアンコールの曲だったら私は制服とかの方がいいのかなって思ったんだけどね。
私の意見としては制服系の方が良いのでは。は公演の練習もちょっとしようかなって思ってます。みんな曲変わったの知ってますか？言わない方が良かったかな。知ってるよね。何かは知らない。言わない方がいいかしら。まだ本当？嘘？初耳？マジ？まあそうか、見てない人。アンコールだけ変わりました。言っちゃっていいの？まあでもいずれ知るかな。いや、いつかの楽しみにしといた方がいいんじゃない。いいんじゃないとか言って。まあ変わったよってことだけ伝えとくわ。じゃあアンコールのセトリが変わりましたってことだけお伝えします。いつか楽しみだね。いつか来る人、誰が来る？すごいね、いっぱい来てるね、みんな。はいはいはい。結構いる。結構いるじゃん。あやとり解禁。おお、いいですね。成長してるといいけど、どうなんだろう。みんなから見てさ、すごいあやとり解禁の人いっぱいいるね。成長してますか？7人かな。でもあやちゃんのファンの人すごい多いからな、いつも。ちょっと覚えることがあるから、それもやんなきゃいけない。争奪戦ないですよ。そう、私たちの公演から205人の方に定員が増えるんですけど、でも落ちた方いるってことは言われはしてないですもんね。いやでも本当にあやちゃんのファンの方が多いんだと
思っております。感謝ですね。入場はビンゴ抽選？わかんない、ビンゴ抽選ですか。緊張。ビンゴですって。ファンの人見つけやすいのはそうだね。内輪が一番なんかのペンライトとかもだけど、なんか私は結構この内輪の人はこの顔っていう風にもう覚えていくから、結構そうだから内輪があったら あの人来てるんだってもう最近分かるようになった。今日はすごい家庭的な配信したね。洗濯して料理して洗い物してって、うん、なんかこのうちは作ってくれた人はこの顔だって思ってやったりして。よかったですか。じゃあランキング見ますね。13位、ボンドアットマークナトリドンユナの顔大好きさん。12位、心血アットマークナトリドンさん。11位、幻さん。10位、ジューシーアットマークマカロンを食べて幸せリカさん。9位、天使閣さん。8位、茨城のダイマットマークナトリドンさん。7位、ペロペロチーノさん。6位、ユキタアットマークナタン大好きナトリドンさん。5位、ワイキアットマーク今日も超かわいい美人さん。お話し会楽しみだな。4位、クロケンアットマーク明日21時まで仕事なので配信見れなくて悲しいさん。9時半までやるよ。3位、ロロさん。2位、TK トンからアットマークタイのナトリドンさん。そして1位がイナジアットマークユナの活躍応援しますさんです。ありがとうございました。ありがとう。うん、なんかペンライトとかだと、まあ、劇場って意外と暗いから、まあ、マスクもしてるし、あの方誰かなって、ファンの人いるとは分かるけど、あの方誰かなって思って、でもうちわだったら、ああのうちわ作ってくれた人だとかなるので、わかりやすいのはうちわだったりするけど。ということで今日も見てくれてありがとうございました。良い土曜日をお過ごしください。また暇になったら755出るね。かまってください。それではおやすみなさい。バイバーイ。